タマトンガとタンガロアがゲリラズ・オブ・デスティニーとして新日本プロレスで活躍していた頃、動きもいいしパフォーマンスも優れているけれども、AJ スタイルズやケニー・オメガのようなスターにはなれないタレントだなと感じたのは私だけではないはずです。Wow! Oh my God! Wait, do you know who that is? That's Tamatonga. That's the son of Haku, who has been wrecking shop in Japan for years. Meanwhile, who the hell? Oh my God! You know who that is, Corey? Oh my God! That's Tonga Loa. この2つのシーンで万年助演男優賞と思われていた2人のトンガ系レスラーハクの息子たちは一気に世界の中心 WWE のしかもメインストーリーに躍り出たのでした。それが一体何を意味するのか今のところは分かりません。人によってはタンガロアの経歴 NXT をクビになって TNA に移籍、それから新日本プロレスうんぬんを語りたい人もいるでしょう。しかし今は今のことを語りましょう。メディアの合意では新生ブラッドラインはジェイコブ・ファトゥーを加え4人体制になるところまで明らかになっています。これによってブラッドラインの主張であるロマン・レインズを一旦忘れさせ、彼がベビーとしてリターンする。でもそれがどのようになるのか皆目見当がつきません。